はいどうも、バンクシです今回もですね、バンビが徘徊する世界でサバイバル、ジ・インフェクテッド、前回からの続き、遊んでいきたいと思います。でね、ちょっとね、数日、風邪ひいてしまって、ちょっとね、喉が結構枯れてる状態、自分ではね、多分相当良くなってるかなと思うんですけど、もしかしたら聞いている方、少し聞き苦しいかもしれないんですけども、ご了承ください。早速ね、やっていこうか。 前回ね、動画の方をアップした後に、撮影外でね、プレイの方ね、していたんだけども、結構やったんだよね。えっ、ー、とね、まず、これこれ。冷蔵庫、設置しました。今ね、冷蔵庫ね、電源が、電源が取れてないよね。電源今ない状態だよね。もう少しでいけそうだけども、もう少しいけるな、これな。いっちゃおう。よし。電源をね、入れると、これね、 これ、ヤギから入手したミルクなんだけど、傷む量、カウントされてないでしょ。これね、永久的に冷蔵庫、電源入っている限りは永久的に腐りません。うん。あの、遅くなるんじゃなくて、もうカウント化されない。<laughs> すごく便利。もう一個ぐらい置いてもいいかもしんないね。で、あとは2階。2階にね、ラックをね、増やしたんだよね。これ、これ。ここに間仕切り1枚立てて、 ラック増やしました。もう少しね、ちょっとストレージ欲しいかなと思って、もう完全に2階は寝る場所イコール倉庫だね。うん、こんな感じになっちゃってる。あとは、とね、どれかななんかやってるんだよな。そうそうそう、これこれ。電動の丸の5台。これをね、入れました。これね、あるか。よいしょ。ここにね、いくつも入れられて、 まとめてやれる。しかも、1回に板にする量が、前に置いてあった初期のね、丸の5台は2枚しかできなかったけど、これ多分ね、4枚できるともう一つの丸だから、かなり有能です。で、あとは、ここだね。鉄、鉄、スパイクをね、鉄にぐるーっとね、どこまでやったかな。ここまでか。一応ここまでやりました。ただね、なぜか襲撃に来た時に、ここに来てくれないっていうね、 はは <laughs> 悲しいんだけど、ここでね、まだ試せてません。こんな感じ。で、これね、前回作った納屋。これは、あーミルクもできてんね。ミルクもできてる。卵もできてる。卵1個食べちゃおう。こんな感じでね。で、動物も増えたでしょ。ヤギが2匹と、鶏1匹確保したかなあれから。そんな感じになってるね。で、あとは、今ね、まだ途中なんですけど、 ここにね、ブリックホージ、もう一台設置しようかなと思って、今ね、ここね、リフォーム中です。まあ、こんなのはね、もう、あれなのよ。裏作業でいいのよ、こんなのはね。で、あと、風力発電、風力タービンを、あれから3つプラスしました。うん。で、ここも開いちゃったから、ここにも1個置いてもいいかもな。こんな感じ。で、バッテリーも2個追加したか。一応こんなもんかな、前回。結構やったでしょ。頑張りました。ははは。で、今日はね、 今日はね、トラックを使って、ちょっとね、探索に出たくて。っていうのは、今日やりたいのは、トレーダーか NPC がこの世界にはね、いるんだよ、実は。それを、ちょっとね、見つけに行きたいなと思ってんだよね。で、どこにいるか全くわからないんだけど、多分この緑の街というかね、このポイント、ここのどっかにいるんじゃないかなということで、トラックだったらね、 結構早めに行けるから、ちょっと探索というか、物色しがてら、ちょっと今日は行ってみようか。どっちか見つけたいね。早速ね、やっていこう。よしじゃあね、この私の愛車ですね。このごつい。私の大好きな愛車。これで行こうか。で、実は、ストレージもね、2つほど追加してます。こんだけ空いてれば大丈夫でしょう。で、ガソリン、そうだ。ガソリンを。 ガソリン入ってるね。ガソリン2缶あれば大丈夫でしょう。よし、じゃあ早速出かけます。まず最初は、ここだね。ここに行こう。結構遠いけど、ここ行きながら、こんな感じで、で、ワニがいる沼を通りながら、ちょっと、この4軒ぐらい今日行けるかな。街の広さにもよるか。よし、もう少しでね、1つ目のポイントに着くね。ああったあった。この辺だな。 この辺がそうだな。結構でかめの町だな。これはあさるのに時間かかっちゃうかもしれないけども、ちょっとあさっていこう。よし。ただね、ちょっと失敗したな。ご飯食べてくんの忘れちゃったな。ちょっとご飯今ここで食べちゃおう。 いやあ失敗した。満腹にしてから来るべきだったな。水がこれでなくなってしまった。途中で帰帰大丈夫帰んなきゃダメかもしんない。であれだよねー。あ、骨へを持ってこう。これ、矢を作るのに必要なんで。よいしょ。うん。まあ、いっか、そっか、ストレージいっぱいあるからな。ストレージいっぱいあるから、惜しみなく持っていこう。 そうだよな。な、遠慮する必要はないんだよな、今日は。よし。あ、卵だ。食べましょう。よし。こういうのちょっと食べながら補給していこう。で、忘れちゃいけないのが技術ポイントだよ。あれもちゃんと持って帰りたい。アルミ缶はいらねえわ。アルミ缶ね、食べた後また戻ってくるからね。あ、鉛が。 鉛が結構ある。アルミ缶も鉄に変えられればいいけどなぁ。そういうわけにはいかないから。あ鉄だ、嬉しい。鉄は嬉しい。インゴットの方が。あケプラー、これも嬉しい。あいいね。結構あるね。ただ、ここは2階がないから、こんなもんか。ちょっと周りも見つつ。 うんこんなもんだねよしあいつらがいないなぁ粘土見つかっちゃった見つかっちゃった来たこのタイプかよいしょ <laughs> これ2発来るんだよなよし よっしゃ完成したねでもただこいつはいいものを落とすはずきたスチールの合金これ嬉しいいや完成しちゃったねよしさ骨はいらないあいいねー電子部品いいねーよしプリックほうをもう一台作りたいから乾いたレンガも嬉しい 羽、羽もいいねあっいいね調理した肉いいぞあまた来たあー来た技術ポイントあったぞ嬉しいよしまず1ポイントゲット さもう少しねまっすぐ行ったところに何かしらあるはずまあ、さっきのところはね技術ポイント2ポイントゲットできたからかなりありがたいなおっとまたここだここだなあれここもまたずいぶんとそうだねここだねちょっと奥まったところに囲われてるぞ全部壁で よしさてさてバンビはバンビはいそうな感じしないなぁ。見た感じは。あさっていこう。よいしょ。これだっけ。骨いらない。これ缶いらねえなぁ。缶がね、鉄に変えられればいいんだけど。 ちょっっと待った、この樹脂チップもいらないよしあとここかじゃがいもうんーじゃがいもの目はいいやこれだけここはあい。おおアライグマか おおはははびっくりした石投げるタイプかよいしょよいしょ <laughs> よしよしちょっとダメージ食らってんだなああ、釘だねうれしい釘うれしい石はいらないかさあ、ぱっぱッとどんどんね時間何時あもう5時夕方の あれそんな時間か一回戻んないと無理かもしれんよしこの街あさったら一回戻るかあ技術,技術ポイントあるね。 見つけました本日3ポイント目本日3ポイント目さあもう少しで3か所目に着くぞちょっとね寒いのが気になるんだけどももう少しで3か所目どんな場所だちょっと待ってああ今ここだからねもう少しだなほんとにかなり北の方もう ほぼほぼ最北端に近いところまで来ている。さあ、このあ、あったあったあった。あそこだ。見えるね。さあ、ここはどれぐらいの大きさなんだあ、結構またここも大きいかああ、いるね。早速いるね。ちょっと待った。ちょっと待った。やばいな。早速来るな。来る来る来る。来たぞ。四つん這い。危ない。よいしょ。 よしいやー、ちょっと食らっちゃったらまたいきなりお出迎えされた。ネジだ。あいつもやっとっか。ちょっと待って、これ使っとこう。よし。で、槍の耐久値はまだ大丈夫だから、こいつ石投げてくるタイプか。当たってる。よいしょ。 よしいやー、ちょっとな、雑だな。戦い方が雑。バイオ燃料。さて、漁っていこうか。ここから。スイカの種はいらない。トレーダーらしきものはここにもいなさそうだね。NPC もどっかに捕まってるとか、そういう感じの類なのかな。ちょっとその辺もわからないけども。 うん何にもない。あれここ技術ポイントないちょっと待って。どこにもないよな。見落としてね、視聴者さんから教えてもらったこともあるので。あれ技術ポイントないな。こっちもなかったよね。一応確認。ないね。よし。落としはなしと。ない、ないこともあんのか。ここないよな。ここになかったらないよな。 ないこともあるんだ。こん中にあるってこともあるかなこん中にはないか。あ、いいね。あったこのははっここにあることあるんだ。よっしゃー、4ポイント目ですね、本日。あったあった。こんなとこにあることがあるんだ。本日4か所目のポイント。 そそろそろ着くぞ気温が上がらないな、体力がね、多分寒さでだと思うんだけども、ちょっと削れられてきちゃったんでね、回復薬使いながらいきますか、あともうちょい、もうちょい行ったところに、ここかなん違うか。あったあった、ここだ。うわー、ここ寒そう。 よいしょさあちょっと体力削られちゃってるんで回復しときますよし多分寒さで体力削られてるんだと思うんでねああそこにいるなよいしょこの辺あさっていってやっぱ体力削られてんなおおちょっとまったびっくりしたー <laughs> よしよしよしああびっくりした入ってきたマジでびっくりした今よいしょケプラーもらったこれは取れないこれ取れないよ縦はあー来たまた技術ポイントあったねよし本日5ポイント目さもうそろそろ行ったところにあるはず右っ側かな左っ側ですね 左側に何かあるぞ。そろそろどっちかと会いたいなー。えっ、ー、と、あったあった。この辺だ。うわー、すげー湧いてる。めっちゃ湧いてるや。ちょっと待ってー。めっちゃ湧いてたなー。来ちゃうか来ちゃうな。まずいなー、この相手にすんのは。 いるあここにはまってんじゃんうわうわやばいやばいダウンさせられたやばいよし一人やったぞ よし、二人やった。危ねえ。使おう。よいしょー。あと一匹いたいねー。いるいる。おぉ。<laughs> よし。あれあと一匹いなかった。大丈夫か三匹か。いやー、よかった。よいしょ。オイル缶。釘に。あれどこだっけ こっちかうんケープラーよっしゃもうこういう薬はね腐るほどあれ <laughs> よしよっしゃあさっていこう。 あ見つけた技術ポイントオッケー本日6ポイント目こんなとこにあった見落としがちな場所よいしょないねおちょっと待った これは、もしや、マイク。拾う。<laughs> 拾うになってるけど、NPC、NPC だよね。これは、もしや、探し求めていた NPC、こんなとこで寝てるわ。マジか。拾う。拾った。あれどうすんのこれ。もしかして、動物と同じ扱いやったー。よし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 。NPC、マイク。 マイク拾ったぞいやーどうでもいいんだけどちょっとトラックが遠いのがいやこんなとこにいるんだ分かりづらいこれ見落としてもおかしくないねあの奥のベッドはよし家に到着したぞいやーやっぱりねこっちのほう来るとちょっと暖かいからやっぱ北に行けば寒くなるんだな普通に。 よいしょオッケーでこれでマイクをどうすればいいんだろうちょっと1回敷地内に入れてあれだね喉も乾いている水がないんだじゃあ1回ここでマイクおろしてさあどうすんだこれあ息はしてるね若干動いてる息はしてるねまあ当たり前だけど。 ちょっと待って、NPC の小屋的なものがね、確かあったんだよ。どれだったかなあ、これだ !NPC の建物。これはストレージか。NPC ストレージコンテナは、有効的な NPC がアイテムを出し入れできる唯一のストレージコンテナ。これが NPC にとって主要な修理キットや食料を保管する場所となる。タウンホール内にのみ設置可能。NPC によって収穫されたフルーツや、 野菜なら何ででも保管するることができる NPC によって収穫された NPC が収穫してくれるってことかでタウンホールってやつが必要だなこれかタウンホールの建物は NPC の利用と治療,治療に必要 NPC ストレージコンテナさっきのやつだねに入れられたアイテムは食料も修理キットもすべて NPC によって使用されるこの建物は基礎の上にしか建設できない基礎の上にしか建設できない で、NPC ハウス。有効的な NPC の宿泊施設。建設して、救出された NPC をベッドに連れて行き、あここで治療するんだ。基礎の上に建設しなければならない。なるほど。粘土がめっちゃ必要じゃねえか。ああ、そういうことか。じゃあ、まずは NPC ハウスってやつを建てればいいんだな。うん。二つ建っているの大変だな、めっちゃな。 板もめちゃくちゃ必要、粘土も必要。いや、とりあえず NPC ハウス、これだけ建てましょう。基礎の上に建てんのか、どれぐらいの大きさなんだろう、ちょっと待って。こん中には建てられないかな。こっちか。どれぐらいの基礎が必要、これ。ここに建てるか いや、NPC ハウス外でもいいか。ここでいいか。よし、これで来そう。完了だね。はい、できた。納屋を作った時よりも1マス少なくていけそうだったので、これでちょっと置いてみようかな。これで行ければいいんだけども、あの奥がね、ちょっと地形的に置けないので、ここで置けないと困っちゃうんだよな。あれ、どれだっけこれだ。 NPC ハウスだね。宿泊施設。あ、いけそうだ。よし、いけそうだぞ。はい、これでどうあ、いいね。あ、ちょうどいいんじゃないかあ、だいたい中央に置けてるし、ちょうどいい感じだね。で、これが材料が丸太20、板70、釘40の粘土が50必要なのは大変だな。まあいいや。 ちょっとね、これね、作って行こうかなと思います。これね、作るところはね、カットして、まあ、できる手前からまたちょっと録画の方を始めようか。じゃあ、カットで。さあ、マイクはね、相変わらずここでね、横になって、これ、瀕死状態なのか、寝てるのかちょっとわからないけど、息はしてるみたいなんだよね。相変わらずここに横たわっているけども、素材の方ね、ほぼほぼ入れ終わって、あと釘だけ。 70本入れるだけでオッケーなので、早速ね、こっからね、また録画の方ね、開始していくよ。で、結局、NPC の建物、このタウンホールと NPC ハウス、両方建てることにした。で、両方とももうできるので、こんな感じでね。いやー、楽しみだよ、これ。さあ、まずは NPC ハウスがここで、 で、ホール。タウンホールがここ。でね、ほんとだったら NPC ハウスのこっち側にタウンホールね、建てたかったんだけど、ちょっと地形的にね、基礎。あの広さ分置けなかったんで、うん、ちょっと無理だったんだよね。だから、納屋を挟んでタウンホールと NPC ハウスって感じだね。早速入れていくよ。まずは NPC ハウスの方から。あとね、これ見てもらえばわかるんだけど、釘が40本。 さ入れていきますこれで、とりあえずはハウスは完成こんな感じわあ、いいねいいねここちょっとへっこんでるとことかいいね周りはあ、ちょうどいい広さだねマイクにはちょっと贅沢かもしれないけどあ、ベッドちゃんとあるなこれなんだあれちょっと待って作業優先度リストっていうのがあるわ あ、ちょっと待って、いろいろあるぞ。物を修理する。苗床を世話する。ちゃちゃちゃ。物を修理する。ちょっと、ちゃ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 。<laughs> 丸太、スタンドを補充する。あ、丸太のスタンド補充してくれんだ。石をクレート補充する。石がね、たくさん必要なので、これにしておこう。プライオリティリスト。あい、優先順位か。そうすることは、 そうすることはって言い方おかしいな。ということは、丸太スタンドに補充すると、物を修理する。これあれかな襲撃来て壊れたやつとか修理してくれんのかなだとすると、2番目こっちにしとくか。3番目丸太スタンド。よし、これで、あ、なにこれ。見えない。ジョインナウ。おー。 ここにホワイトボードに書き込んだって感じが。で、ここがベッド、質素な家だけど、ここにじゃあ、まずタウンホール作る前にね、一回、よいしょ。マイクを、あそこに寝させる感じかな。そうすると復活するのかな、自動で。さあ、すっかりね、今回の動画始めた時は冬だったと思うんだけど、もうすっかり季節はね、これ春かな ?17 度ぐらいあるでしょ、今。 よっしゃー。じゃあ、ここに寝かせれば OK なのかなわかんないんだよね。ベッド。はい。どう抗生物質与える。俺、抗生物質持ってないけど、すっげえ苦しんでる。抗生物質ないわ。ちょっと、抗生物質作ってくる。ちょっと待ってろ、マイク。死なねえよな。いきなりもがき出したぞ。まずは抗生物質を見てみよう。薬だよねー。薬、薬。 抗生物質これだキノコ獣皮生レバー生レバーあったかなぁ生レバねえわキノコと獣皮はあるよなキノコある獣皮も確かあったはず獣皮あるねえっと何個ずつ必要いやー生レバ必要か動物狩りに行くか あれどれどだ生レバー1つでいいんだキノコ5獣0三。3はいはいはい生レバー1つ生レバーね焼いちゃったんだよさてさて動物借り行ってくるわイノシシかなイノシシだラッキーよっしゃよっしゃラッキーラッキーよし よいしょ。どこだこっちかどこだっけあ、いたいたいた。よいしょー。よかった。家の近くで見つかって。よいしょ。あまだ1匹いるね。泣いてるね。はい、できた。で、ちょっと待って。肉少し焼いとくか。 肉を少し、生レバー入ったね。ベーコンがすごいな。ベーコンが、そっか、料理もこれでできるようになったから。えっ、ー、と、ライターでやって、まず、抗生物質先に作って洗おう。手洗います。これで手洗って、きれいにしないと、やばいからね。うん。 で、水がなくなっちゃったんで入れておこう。はいで、まずは抗生物質作ります。きのこが、まあいいや、一応こんだけ。きのこ、そっか。きのこ、こっちだ。きのこと、えーと、重皮、重皮と。 これでできるちょっと皮とか置いていこうよいしょ皮もね結局ねあの矢筒作る時に使っただけであとはもう使ってないからね使い道がこれ骨もこんなもんいらないでしょよしちょっといらないもの全部しまっておいて種もあるな かぼちゃの種がめっちちゃゃあるかぼちゃの種ももういらねえかなこんなにでこれで作ります抗成物質抗成物質、うん化学テーブルで作るのかマジか化学テーブルねえなちょっと待って化学テーブルねえわそうしたら このブッチャーテーブルを削除してここに作ろう。ただ、化学テーブルはまだね、これしてないんだよね。これしてやるか。化学テーブル取りました、今。そうしたら作ろうか。えっ、ー、と、簡単にできるかな。鉛リンゴと釘、ガラス板、全部大丈夫だ。オッケー、いけます。いけます、いけます。もうこの辺の素材は。じゃあ、ここに置きましょう。そっか、これが必要だったか。 よいしょ。オッケーよし、これでできる。あー、よかったよかった。ちょっと位置がもうちょい奥のがいいな。はい、できた。よし。じゃあ、とりあえず作っちゃおう。構成物質。あー、いいね。なんだろう、これ。なんかあるね。はい、できた。これで、マイク治るかなマイク死んでねえよな。あー。 <laughs> 苦しもがきんもがいてる。ちょっと待って、抗生物質あるよね。じゃあ、与えます。マイクに抗生物質を。はい。よし。おーおー急に元気になったぞ。いやー、嬉しいよー。ちょっと待って。空腹。空腹だわ。もしかして、タウンホールに、あれか。タウンホールに、 ストレージを置いてって感じか。で、食べ物入れとくのかなそういう感じかじゃあ、タウンホールの方もね、作りたいと思います。あとね、釘が30入れます。はい、できた。タウンホール完成。で、ここで全て管理されるみたいなことになってたから、NPC のこれ、ストレージコンテナ、これを置いて、 うん、食料とかこの辺を保管する場所らしいからこれちょっとここにほんとはラックとかあればいいんだろうけどいらないでしょそこまではこれ端っこにちょっと申し訳なさそうに置いて板8枚で、食い物もちょっと置いといてみようかよいしょ今作ってるベーコンでも置いといてあげようかベーコンできたでしょ で、ここのベーコンもうちょい焼いてお肉も焼いとこうあいるねやっぱこの中にうんオッケー板8枚こっちから取るかそうこのね円形の丸のこ台にしてからね板がねもうすごい勢いでできていくのよちょっと待って今何時あもう10時か1回寝るわ朝にしちゃおうよし じゃあ、ストレージ作って、そこにご飯を置いといてあげようか。できた。あ、でもこれあれだね。これは、やっぱり、あのー、項目ごとに。ああ、びっくりした。いきなりこっちに来た。で、飯を入れといてあげようか。このベーコン。食べるかな空腹になってるじゃん。マイクが。うん。で、この、ポテトも。 ポテトもあげるよ。どうこれで、ちょっとよくわかんないんだけど。あ、いったいったいった走, <laughs> 走って、はっは走っていった食べるかなちょっと、ちょっと見たいな。あ、食ってる食ってるああ、一気にうわあ相当お腹減ったんだな。 よしよしよし一気に食べたなあでどこ行く石取ってくれるかないやーいいねいいね <laughs> あーいいね <laughs> あーちょっと待ったちょっと待ったえー 来てる来てるあいいね開けんのかなこれ自分であ自分で開けるわうわー助かるーすげえ助かるあもしかしてストーングラインダーにえどこ持っていくのえどこ入れた あれちょっと待って。あれどこ入れたああ、イノシシ入ってきちゃった。まあいいや、攻撃してこないからいいでしょあここに入っているわ。あー上から落として入れたのか。そんな感じになっちゃってんね。そっか、こっちが開いてないから、ちょっと待って。これさ、逆にしてあげればいいんじゃないじゃあ。もしかしたら。これさ、こっちにしてあげれば。 一回ちょっとここ置いて、こっちにしてあげれば多分ここ入れんじゃないかな。正面があるっぽいな。来た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 。いいねちょっと写メン撮っちゃおうかな、写真。撮れたか撮れてないな。ほら、そうだ。あれ入れた ちょっと分からないけどもう一回戻ってくるの待とうかきたきたきた、うん、うわーすごい取ってくるわこれはいいぞーあーいいねーあーやばいイノシシ出てしまったイノシシ出てしまったマイクが出てる間にまイいか で、しかもちゃんと走るしね、黙々と作業やってくれる。ただね、ご飯の減りちょっと早いかもしんないね。うん。ご飯の空腹があると仕事してくんないのかもしんないね。死にはしなさそうだね。まあいいや。じゃあね、一旦今回この辺で終了するか、やっとね、この孤独な世界に相棒がね、できたんで、嬉しいよ、ほんとに。 次回ね、またね、頃合い見ながら続きの方やっていきたいと思います。今回ね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは。